スポーツ平和党はかつて存在した日本の政党。略称、スポダイラ、スポーツ。スポーツの精神を政治に取り込み、全国民が健康体を維持することで平和を実現しようとしていた政党である。1989年、プロレスラーのアントニオ・イノキを中心に結成。第15回参議院議員通常選挙において、イノキが比例区で参議院議員に当選。 ちなみに、当時の比例区は、厳正高速名簿式で、政党名票しか認められておらず、初期の個人名を書いた無公表が大量に出た。参議院では、民社党と統一会派を組んだ。1992年の第16回参議院議員通常選挙では、1970年代に南海ホークスや阪神タイガースの先発投手として、活躍した本則が、 比例区名簿第一位で出馬し参議院議員に当選。1994年には会派を組む民社党と共に野党系統一会派の新緑風会に合流するが、同年の新進党決闘には参加せず、民主改革連合とともに新緑風会に残留した。1993年6月には週刊誌報道を受けチョキが一時同士を辞任。さらには、 党幹事長の新馬久志が、初期の告発本を執筆するなど党内は分裂状態となる。1995年、五県新党赤月代表で、元日本社会党の上田明を共同代表に迎え、赤月を九州合併し、第17回参議院議員通常選挙に候補者を擁立するも、全員落選、初期のかつてのき人の高田信彦が復党したる爽やか、 新党参戦で票割れしたことも大きかった。初期の落選を受け、江本が自由連合に移籍し、国会での議席を失った。1998年の第18回参議院議員通常選挙では選挙、前に初期が当初を辞任。女子プロレスラーの堀田由美子、韓国、中国からの帰還人などを擁立するが、全員落選。7月17日に、 政治資金規制法上の政党要件も喪失した。また、この選挙では、独自擁立だけでなく、推薦も積極的に実施していたが、定数3の選挙区で4名の候補に推薦を出す。失態も起こす。沖縄県選挙区では、現職で沖縄社会大衆党委員長の島袋宗安を推薦し当選。同年の沖縄県知事選では、 保守系の稲峰圭一を推薦し、当選した。2001年の第19回参議院議員通常選挙では、党公認候補を立てず、自由連合と連携し、スポーツ平和党最高顧問の相良敏一や、事務局長の持田哲也、ほったらを自由連合から擁立した。沖縄選挙区では、無所属のテルヤ監督を推薦したが、いずれも落選。 2004年4月1日以降は政治資金規制法第17条第2項により政治活動のために寄付を受けまたは支出をすることができない団体となった2006年6月18日に政治団体を解散したウェブサイトを公開していたがウェブスペース使用料が未払いであるとしてサイトに業者のアルファウィングの抗議文が掲載される事態となっていた しかし、支払いのないまま強制閉鎖された模様。2001年に新たな公式サイトを公開したが、こちらも2007年3月中旬に閉鎖された。なお、猪木自身は、後2013年7月、第23回参議院議員通常選挙に、比例代表区で日本維新の会から出馬して当選し、2019年7月まで参議院議員を務めた。 1989年6月23日届けで、猪木海主1989年9月28日、届けでアントニオ猪木1998年6月2日、届けで西目一2000年12月25日、届けで、猪木海守2006年7月20日届けで、猪木啓介当選の推移は、以下の通り、当選者に追加公認は含まず、 追加公認には会派に加わった、無所属を含む、ありがとうございます。